千秋楽を迎えます。幕内最高優勝のこの争いはご覧のようになっています。1敗で2人、そして2敗で5人が並ぶという展開、追いかけるという展開。そしてこの1敗の2人、今日は直接対決がありませんので、あるいは優勝決定戦という可能性もはらんでいるわけです。北海道初期ユニパックで上相撲実況中継、平成29年3月4月場所千秋楽の取り組みです。牛乳パックで上相撲、平成29年3月4月場所、これより幕下トーナメント決勝戦の取り組みであります。阿蘇ゴールデンオロチに西岡艦隊、東方阿蘇ゴールデンオロチ、熊本県出身西原村部屋、西方西岡艦隊、札幌市出身タック部屋、幕下トーナメント決勝戦の取り組みであります。牛乳パックで上相撲実況中継です。実況は私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。そしていつもの通り札幌市北区篠路にあります木田商店ハッピールームからの中継です。この時間は雨が降ってきています。さあ幕下トーナメントの優勝決定戦から行われますけれども、今日の取り組み、熊本の力士が決勝です。熊本県の西原村に我々は行ってまいりましたけれども、そこで作ってくださった力士です。解説ミーボーズさん、ここまで来ましたよ、はい、いやここまでね、まあ、もちろん実力があるので来るだろうなとは思ってたんですけど、うん、ただやっぱりその本場所のこの土俵の上っていうのは、はい、まあ、やっぱり厳しさ辛さ、そして何が起こるか分からないっていうところがあるので、うん、まあ、実力があるだけでは上がってこれないっていうところもあるんですけれども、はい、これは実力で上がってきましたよね。え、相手の西岡艦隊も若い力士で、はい、まあ、初土俵から駆け上がってきています。正直申し訳ないですけど、西岡艦隊ここまで上がってくると思ってなかったです。浴びせなども得意ですけどね。そうですよね。で立ってるのもこう不安定ですし、まあ、前に浴びせれたら、まあ、もちろん浴びせが強いってことにはなるんですけど、古典っていっちゃうんじゃないかなと思ってたんですけど、どうしてなかなかちゃんと相手に向かっての浴びせきちんとできてます ね。そうですね。ちょっと今カメラの調整をしながらとなりますけれども、さあこの取り組み決勝戦、左はアソゴールデンオロチ、右西岡艦隊、幕下優勝はどちらかです。なお負けても来場所の十両昇進は確実にしています両者です。推しのアソゴールデンオロチか、浴びせの西岡艦隊か、幕下トーナメントの決勝戦です。おっと、いきなりごめんなさいね、画面が真っ暗に。決勝、制限時間いっぱいです。よしやって、ぶつかりました、突き放した、すい投げ、阿蘇ゴールデンオロチの勝ち、幕下優勝です。ただいまの決まり手はすくい投げ、すくい投げで阿蘇ゴールデンオロチの勝ち、見事でした。いやいいですね。こう本当にね、これの元になった力士は、はいはい、早々に引退したんですけど、そうでしたけどねこれを強く作ってくれましたよね。ちょうど熊本地震から1年というね、はい、この4月の場所でしたけれども、はい、ね、熊本県全体にまた元気をね与える存在になってくれればいいですね、これから。阿蘇ゴールデンオロチ見事幕下優勝で、来場所はもちろん十両の昇進です。さらにこれ十両のねかなり上の方にも
上がれるの形になりそうでありますね。西岡艦隊もよく検討しましたが、いやまあいい浴びせ持ってますから、うん、これ今後に期待ですよね。浴びせ力士最近はね、はい、あんまりいませんから、そうですね、そういう意味ではチャンスかもしれませんね、はい、幕下優勝を果たしています。さあそしてもうどんどん各団の、ね、優勝も、ね、決まっていくわけですけれども、はい、重量も大変なことになっています。牛乳パックで紙相撲平成29年3月4月場所、これより千秋楽重量の取り組みであります。郡山奈々ちゃんにえべつ丸、東方郡山奈々ちゃん、西重量6枚目、福島県出身、福島部屋、西方えべつ丸、西重量4枚目、えべつ市出身、のっぽろ部屋、重量の取り組みであります。今日の重量はなんとこの一番のみです。もう一人苫小牧母八が幕の内で相撲を取ります。今日はこの取り組みのみという重量ですが、このあと重量の優勝決定戦が4人によるトーナメント制で行われます。これも面白い展開になりました。ただ今の土俵上この郡山奈々ちゃんは2勝2敗です。勝てば重量残留、負ければ来場所は幕下トーナメントという瀬戸際です。えべつ丸が1勝3敗、大ベテラン40歳は残念ながら負け越しが決まってしまっていますね。トーナメントで優勝決定戦いっぱいで4人が並んでるんですけれども、これ抽選をしなきゃダメですね。じゃあね、後ほどね、抽選何で決めたんでしたっけねルーレットでしたっけ、ルーレットですね、あ、ルーレット決めたんだったっけねそれも忘れてしまいましたね幕の内もトーナメントかもしれないのに ね、 そ う、 ですね、そういえばさあ重量の取り組みです。本割はこれだけです。制限時間いっぱい、よしやっていきょのでぶつかりました。引っ張り合いです。両者土俵際、奈々ちゃんが突っ張る、切り返し、郡山奈々ちゃんの勝ち。ただいまの決まり手は切り返し、切り返して郡山奈々ちゃんの勝ち。郡山奈々ちゃんが千秋楽勝ち越しです。解説の伊藤さん、まあ、うまいこと、まあ、えべつ丸もねちょっと回っていこうと思ってたんですけども、郡山奈々ちゃんうまくいきましたね。これで郡山奈々ちゃん福島県出身の力士ですけど、3勝2敗で勝ち越しを決めて来場所重量残留を決めています。敗れてえべつ丸は1勝4敗で残念ながら来場所は幕下トーナメントですけど、はい、美穂さん、はい、重量これで7人の降格が決まったんですけど、はい、負け越しでね、あと1人これで幕の内から誰かということになりそうですよ。いやそんなことになってたんですね。そうなんですよ、これで8人目は幕の内で誰か1人だけが一気にこれ幕下トーナメントまで落ちるということになってしまいます。いやなんかね、重量も人数増えましたし、うん、その辺の争いが本当に熾烈ですよね。重量のこの実力っていうのもずいぶん上がってきましたもんね。上がってきましたね。その本場所でね、幕内で頑張ってる力士が下がる一方で、うん、まあ、あとは新人のね、この新入幕の力士たちのレベルも上がってきてますから、はい、そこら辺のしのぎもますますね、今後も激しくなっていくと思いますね。来場所のこれですから、番付にも今後は注目となりそうです。番付編成、日比山さんがどう判断するか。館内から可愛いという声が、お、ありがとうございます。そうですね、最近は本当に可愛い力士がね、はい、どんどん出てきてくれております。さあいよいよ決定戦です。これより重量優勝決定戦を行います。中島宮城、春日ビアン、金木札幌山、白鳥大橋、まずはルーレットにより対戦相手を決めます。だ今だか誰ですか、あれ丸山ヌッシーですか丸山ヌッシー丸山ヌッシーは今日取り組みもないです ね、 そうですね、どうしたんでしょうね、間違って出てきました1勝4敗と4勝1敗は間違ったんですね。そういうことなんでしょうね、きっとね。で、丸山ヌッシーが俺みたいな俺全然資格ねえよ
ラッキーみたいな。ダメですすいません、ダメでした。ダメですね。トーナメント幕下の方で頑張ってください。ライマショね、ぜひ頑張ってまた上がってきてほしいです。さあではまず一人目の出場は誰だ。金木札幌山です。金木札幌山と対戦するのはすごい、さっき下ではめっちゃいい話ですけど中島宮城の対戦ですそうなると自動的にカスカビアンと白鳥橋の対戦ということになります。さあ十両優勝決定戦です。ちょっとお待ちくださいよ、せっかくだからテロップ打ちますからね。ね、生配信らしいでしょ。そうですね頑張ってよ。言い訳ですけどガチでやってるっぽいでしょ。ぽいっていうか本当なんだけどねぽいもガチでやってはいるんですけどね、その場で打ってますからね。はい、あれ逆だね逆だねこれね。そうでしたね。東方中島宮城、静岡県出身アンビックベア、西方金木札幌山、札幌市出身ハッサムベア。十両優勝決定戦1回戦であります。さあ決定戦進出戦という意味合いになります。本当の決定戦どちらが進むかというそういう戦いになります。中島宮城対金木札幌山ともに4勝1敗。中島宮城優勝すれば一気にこれ幕の内返り咲きも見えてくることでしょう。まあ確実というふうになりそうですが、左中島宮城、右金木札幌山、制限時間いっぱいです。よし、やっていい。ぶつかりました。いましたのは金木札幌山、突き放すのは中島宮城、前に行く、引き出し、中島宮城の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して中島宮城の勝ち。まず中島宮城が一つ勝っています。さあもう一番が組まれまして、次はどうなるか。白鳥大橋にカスカビアン、東方白鳥大橋、室蘭市出身室蘭部屋、西方カスカビアン、埼玉県出身ホボピンベア。さあその中島宮城と対戦するのはどちらかというそういう相撲です。白鳥大橋対カスカビアンです。まあベテラン同士という感じですね。そうですね、こちらはカスカビアンもね、やはりこの位置では強いなというところを見せています。前に出る、寄っていくか、カスカビアン、くるっと回る相撲が戻ってきた。こちらも元幕内白鳥大橋、制限時間いっぱい、よしやって今日のぶつかりました。回し掴んで寄っていく、いなした、白鳥大橋、いなした、出し投げ、出し投げ、白鳥大橋の勝ち。ただいまの決まり手は上手出し投げ、上手出し投げで白鳥大橋の勝ち。なんとなんと白鳥大橋です。立ち合いカスカビアンを押したんですけど、それをうまくいなしてからの白鳥大橋の形になりましたね。回ってきました、回し切られましたもんね。さあ十両の優勝決定戦、いよいよ優勝が決まります。東方中島宮城、静岡県出身アンビックベア、西方白鳥大橋、室蘭市出身室蘭部屋。十両優勝決定戦であります。十両の優勝決定戦です。さあ中島宮城と白鳥大橋ともに幕内経験者ですね。そうですね、結局はという感じにはなりましたけれども、白鳥大橋はでも久しぶりですね。いやここ勝ちたいでしょう。
ね、久しぶりになんか脚光を浴びるチャンスですからね。で体のキレも戻ってきてますし、うん、回ることができてますので、はい、ここは一発当てたいですね。中島宮城も幕の内ではなかなか結果が出ないんですが、この重量でやはり存在感を見せられるかどうか。豪快な投げもあります。くるっと回る白鳥橋との対戦です。重量の優勝決定戦、制限時間いっぱい。よしやって、ぶつかりました。押すのは中島宮城、くるっと回るの白鳥橋、回っていく、いや離れた両者です。離れている、離れている、突っ張り合いになった。両者と引きはどっちが出るか。やばい相撲になる。どうだ、白鳥橋優勝。ただいまの決まり手は突き出して白鳥大橋の勝ち。白鳥大橋が重量優勝です。耐えましたね、まあ、中島宮城もうまくね、徳田原でかかとをちょっと頑張っていたんですが、白鳥大橋来ましたね。今の一番をご覧いただきましょう。ちなみにですけど、これ白鳥大橋が焼きみりも親方ですね。そうですね、今場所はもう焼きみりも親方の場所ですかね。こうなるとどこの段でも活躍してますね。ねえ、素晴らしい。強い力士をそれだけ作っているということですね。そうですね。でまた昔に作った力士がまたこう活躍するっていいですね。ねえ、あとまあまあそうなれば北海道勢の逆襲ということですから、このところはね、もうしばらく北海道の力士っていうのはちょっと低迷が続いていたわけですけれども、北海道初ですからね。まあ、ヌルベサノリアが久しぶりに何かね、札幌の力士で大関まで駆け上がったということもありましたけれども、さあこれで十両がまあ一番残ってはいますけど、十両のね力士の取り組みは一番残ってはいますけれども、十両の優勝が決まっています。あ、焼きみりもさん、親方から来てますよ。え、優勝ありがとうございます。喜んでくださっております。おめでとうございます。後ほど白鳥橋にはインタビューが、ね、用意されておりますので、お話を聞きたいというふうに思います。身長 6.5 センチ、片足の長さ 2.7 センチまでという規定の範囲内の力士たちが集っています。しこ名は地域にちなんだもの、地名や特産物の名前など含めていただいています。先ほどの橋型の力士もちゃんとこの規定に入っております。まあ可愛い力士がいたりね、人間以外の力士もいたりとは様々ですね。今はね、あと親方がね、一般の方もいれば、ね、芸能人もいるという、そういうバラエティに富んだ方々参加してくださっています。エントリーの方法が5月から変わります。これまた改めて公式サイトの方で紹介をいたします。幕の内の優勝争いはご覧のようになっています。その焼きみりも親方の2人、チャラツナイジェ金屏風の2人で決まるのか、あるいは2敗勢の逆転優勝があるのか、楽しみなところです。いよいよ幕の内の取り組み始まります。牛乳パックで紙相撲、平成29年3月4月場所、これより千秋楽幕の内の取り組みであります。輝きに野田 R2D2、 東方輝き、西前頭14枚目、石川県出身、石川部屋、西方野田 R2D2、 東前頭15枚目、千葉県出身、春日部部屋、これより幕の内の取り組みであります。マイゴールデンアームオープン。実況は私、日本で唯一の紙相撲実況者山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りします。ね、日本一土俵を叩くタレントのね、体力のことも考えて
土俵の大幅改修が決まっています。今場所が終わりますと土俵の改修工事に入ります。3週間ほどお休みをいただく予定です。まあね、様変わりしたまた土俵で楽しんでいただこうかと思うんですけれども、バックのね観客もだいぶ肩が来てますからそろそろじゃないでしょうかね。もももって言うんですけど、そうそうそう、モモモという親方もいらっしゃいますからね。気骨海が今ね、そうだね、モモのうちモモモ親方がね、気骨海の親方です。その前に1個持ってやってますから、そうですね、もっからのモモモやつ。そうですね、中入り待ちですって。ありがとうございます。中入りのコーナー待ちってことかな。すいません、あの今日結構千秋楽ね、フォーマルなんですね。今日は引き締まってますね。先場所の千秋楽はちょっとコーナーありましたけどね、今日ね、あのインタビューだけなんですね、中入りのコーナーが。いやー申し訳ない、締まってこう、作ってけばよかったな。左赤がやきです。4勝4敗、野田 R2D2 も4勝4敗。これは瀬戸際ね、やっぱり心配ですよね。負け越すと一気に重量どころか、これ場合によっては幕下トーナメントという可能性もなくはありません。一人幕下トーナメントまで落ちるという力士がいるわけです。4勝4敗同士ですか、この両者必死です。幕の内残留をかけての取り組みです。輝き新入幕での勝ち越しなるか、ベテランの野田 R2D2 こちらはどうか。制限時間いっぱいです。ぶつかりました。突っ張っていく、足を中に入れる、切り返し、切り返し、野田 R2D2 残す、残す、よく残している。土俵際、両者土俵際、突き出しはどうだ、野田 R2D2 の勝ち。これでつかないんだ。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して野田 R2D2 の勝ち。残っていました。すごいですね、ゲゲの攻防。まあ輝くもよく残ってましたけどね。これがベテランのなんでしょうかね。もうね、そうですね、まあ、年の功という感じなんでしょうかね。なんか嗅覚があるんでしょうね、ここでこう負けちゃいけないっていうね。野田 R2D2 勝って5勝4敗、千秋楽勝ち越し、36歳頑張りました。敗れて輝き新入幕4勝5敗、負け越しとなっています。世界最強のスポーツマンフロムハッサムにトマコマエハハチ。東方世界最強のスポーツマンフロムハッサム、東前頭13枚目、札幌出身ハッサムベア。西方トマコマエハハチ、西十両筆頭、トマコマエ出身ピースマイルベア。十両出てきましたね。十両の力士です。ニュース速報、はいはい、マスクド海選手、ああ、はいはい、引退力士のみ現役。マスクド海選手引退力士のみ現役。あ、マスクド海選手引退力士のみ現役ってことかな。ああ、そうかな、そう、うん、そうじゃないかな。すいませんね、ちょっと点がついてなくてどこで決めるのか。ちょっとすいません、キラキサでは先場所引退相撲がありましたね。テンカウントコングされてましたよね。勝手に引退会見になってたらしたからね。あの番組でいつもそうなんですよ、急な展開をね、本人全然聞いてないやつ。そうですよね。今日土俵には上がります。さあ、世界最強のスポーツマンフロムハッサムが3勝5敗、もう負け越しが決まっていて、この力士もね、今日勝つか負けるかっていうのは、これ幕下トーナメントまでありますからね。いやー、これ危ないですよ。トーナメントに下がるかここに残るかでだいぶ違いますからね。ねえ、環境は随分変わります。苫小牧母八は十両の筆頭で0勝4敗。
苦しみました今場所です。来場所は幕下トーナメントでの相撲となります。それじゃニュース速報って今言われるとなんかビクッとするんですよ。そうです、ね、時期が時期だだけにすいませんね。なんか本物のニュース、まあこれも本物なんでしょうけどね、本当のニュース速報が来たらって思うとね、ちょっとあの今日のキラキタ最終回どころじゃなくなるんですよ。そうですね、キラキタ最終回どころか他のも最終回になるんじゃないかっていうね、びっくりしますから。いろいろびっくりするんでね。キラキタだけじゃなくなっちゃいますから。紙相撲やってる場合じゃないじゃないかみたいになっても嫌なんでね、ちょっとビクビクしますね今ね。他なんかどこあるんですかね、そういう逃げられる場所が。ごめんないよ。あ、社長の家にあるんじゃないの。確かに。作ってそうじゃない社長。カグジェルター。なんだろうね。っていうことを言ってるのがね、あの将来録画放送を見るときに笑い話になってればいいですね。うん、平和じゃないと紙相撲もできませんから。ね。さあ、土俵上世界最強のスポーツマンフロムハッサムと苫小牧ハーチの取り組みです。制限時間いっぱい。ぶつかりました。押し込むのはスポーツマン。下がったハーチ。押し込むのはスポーツマンです。出る。おっと突き倒し逆転。どうだ。最強のスポーツマンフルムハッサム。軍配はスポーツマンです。物言い。物言いです。勝負審判もっと横綱アタックです。確かに。まあそうですね。確かにそうですね。一応ちょっと確認の流しますね。まあでもそうですね。確かに。確かにこちらから見てもそうかなっていう感じかな。これはあ、出てますね。はい、わかりました。ただいまの競技についてご説明します。行事軍配はスポーツマンに上がりましたが、苫小牧ハーチの足が先に出ており、軍配通り世界最強のスポーツマンフロムハッサムの勝ちといたします。世界最強のスポーツマンフロムハッサム。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して世界最強のスポーツマンフロムハッサムの勝ち。まあ確認のための競技でしたが、そうですね、ちょっと左足出ちゃいましたね。スポーツマン勝って4勝5敗で場所を終えて、この1勝でも大きいですね。大きいですね。なんとか残れそうですね。落ちても十両ということで済みそうです。苫小牧ハーチ敗れて0勝5敗、今場所残念ながら白星がありませんでした。トーナメントでまた頑張ってほしいところです。湘南トカゲにティコツミ。東方湘南トカゲ、西前頭15枚目、神奈川県出身、神奈川部屋。西方ティコツミ、西前頭11枚目、千歳出身、ほぼピン部屋。ウェデビチュウェデビチュ。またニュース起きてるじゃないですか。マジですか。ニュース速報、松竹さんが左アキレス腱断裂で参加を辞退しています。何の参加しよう、まず何を参加しようとしたんですけど、松竹さん選手だから。あ、そういうことですね。負け、これ結構大きいニュースですよ。でかいですね。上相撲的には松竹さん出れない。松竹さん自体はなかなかですよ。そして負けコンボ恋ダンス、条件力士、湘南の風ダンス、ドスコイ静岡、なんやねん。これ何なんですか。これすごいですね。でも神相撲知ってる方ですよ。そういうことです ね、 ね、この名前出てくるのありがたいですよ。ありがたいですね。さあ土俵上はティコツーミです。スルスルっとティコツーミで言いましたけど、はい、勝てばこれ本当ありますよ。でも今場所湘南トカゲ調子いいですからね。湘南トカゲもね、5勝3敗で来ています。勝ち越しを決めています。ティコツーミが6勝2敗、さすがというところ見せましたね今場所は。そうですね、この位置だと強いですね。この対戦も久しぶりです。ティコツーミと湘南トカゲ、湘南トカゲではなくティコツーミが勝てば優勝決定戦に進む可能性が出てきます。制限時間いっぱい。よしみやっていきょうぶつかりました。押し込むのはティコツーミ。ティコツーミ突き倒し、ティコツーミの勝ち。勝ち方が豪快。ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒してティコツーミの勝ち。湘南トカゲをね、仰向けにできる力士って限られてると思うんですよ。今のこらえてあげます。
ごいっすよ、だってこの力強さ。いやできないですよね、なかなか。他の力士にはなかなか湘南トカゲを仰向けにするってできないですからね。バティコツミ、ちょっと今場所はいいですね。5連勝で7勝2敗で場所を終えています。これ優勝決定戦に出たら脅威ですね。脅威っすね、この力士は。久々に暴れてほしいですね。湘南トカゲ敗れて5勝4敗で場所を終えています。クラーク羊ヶ丘に清水ロケット。東方はクラーク羊ヶ丘、東前頭11枚目、札幌市出身、札幌部屋。西方は清水ロケット、西前頭10枚目、清水町出身、清水町部屋。そしてこの両者です。ここはじゃあ勝った方が可能性をつなぐということですね。そうですね。2敗同士です。チャラツナイ J が、改めて申し上げますが、チャラツナイ J が今日湘南の風横綱との取り組み、銀屏風がこのあと香川照之との取り組みが組まれています。この両者が仮にそれぞれで負けると2敗勢にチャンスが出てくると、優勝決定戦になるという、そういう流れです。果たしてという感じですけども、ただ過去のね、牛乳パックで紙相撲ではそういうこともよくありますからね。そうですね。あと、なんといってもこの1敗の2人がね、はい、優勝経験がまだないというのが一つのポイントですよね、はい、さあクラーク羊ヶ丘6勝2敗、清水ロケット6勝2敗。押し合いになるのは間違いないでしょうけど、清水ロケット先ほどね、はい、清水館戦がありましたからね。あ、清水館じゃない、白石島戦がありますからね。ごめんなさい、映像で流れたんですよ。まあまあ、だからあの一番も清水ロケット決して調子悪かったわけじゃなかったですけど、白石島が本当にあの3番は強すぎましたね、うん、ね、うん、まあその疲れなどがなければいいんですけど。さあ勝てば2敗を守って優勝戦線残れます。制限時間いっぱい、よしやって今日のぶつかりました。クラークがいい立ち合いでした。クラーク羊ヶ丘の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒してクラーク羊ヶ丘の勝ち。猫パンチが顔面にポーン入りましたね。ちょっとご覧いただきましょう、これすごいですよ。強烈です。ちょっとフック気味に入っちゃったね。えぐり取るよ。あんなにいいところにあるんですね、頭って。で、清水ロケット先割れてるので、そこにちょうど拳がいい塩梅に入るんでしょうね。こんなえぐり取られたらちょっとたまたまじゃないですね。いやー強烈でした。すごいっすね。クラーク羊ヶ丘怖いですね、それ考えると。そうですね、可愛らしい体とは裏から勝って7勝2敗です。これで優勝決定戦に残れるかもしれません。清水ロケット敗れて6勝3敗、場所を終えています。直角のリクラに菅沼ダルマッシュ。東方直角のリクラ、東前頭8枚目、岐阜県出身、岐阜部屋。西方菅沼ダルマッシュ、西前頭13枚目、静岡県出身、アンビック部屋。お、また雨は止んだみたいですね、この時間。そうですね。札幌市北区しのろの空の状況です。千秋楽、優勝争いは熾烈です。さあ土俵上、直角のりくら2勝6敗、菅沼ダルマッシュ2勝6敗。これも来場所の番付争い、菅沼ダルマッシュこれ負けるとこれ最も危ないですよ。これ幕下トーナメントまで落ちる可能性ありますよ、負けると。ちょっとやっぱり幕内だとなかなかね厳しい状況が続いてますね、今場所。
まあ、久しぶりの幕内だったんですけどね、ダルマッシュ。直角のリクラも今場所苦しみました。三役の経験もあるんですけれども、ダルマッシュにとっては大きな一番になりそうです。制限時間いっぱい、ぶつかりました。中にある直角のリクラ、足をかけて内掛けは菅沼ダルマッシュの勝ち。ただいまの決まり手は内掛け、内掛けで菅沼ダルマッシュの勝ち。足を入れていきました。蹴り倒したみたいな感じになりましたね。そうですね、菅沼ダルマッシュ勝って3勝6敗。この1勝がどういう結果をもたらすか。でも危ないんですよね、3勝だとね、どちらにしてもこれどうなるか。敗れて直角のリクラが2勝7敗。ただこれ2勝っていうのがまたどういう風になるか。これですから直角のリクラ8枚目で2勝7敗、菅沼ダルマッシュは13枚目での3勝6敗。あといるんですよ、備前焼き西の7枚目で1勝7敗なんです今。仮にこれ備前焼きが1勝8敗になると、場合によってはこれ備前焼きも危ないんですよ。怖いですね、大ベテランがピンチなんですよね。どういう風に番付になっていくか、これ我々には分かりません。グミサワクマ兄弟に備前焼き、東方グミサワクマ兄弟、西前頭8枚目、静岡県出身アンビックベア、西方備前焼き、西前頭7枚目、岡山県出身ほぼピンベア。基本的に7枚目あたりだとまあ安泰ラインなんですけどね。ただ1勝だと周りの力士の状況、成績との兼ね合いを考えると決して安心とは言えない状況に今場所はなってしまいました。落ちても重量っていうのがいつもなんですけどね。はい、そうですね。ただ7枚目から重量もあんまりないんですけどね、落ちたことはね。あんまりないですね、例ではね。ママって言いますね。桃からのママ。グミサワクマ兄弟は3勝5敗です。備前焼きが本当に今場所元気がありませんでした。引退をかけたという一番もありましたが、その一番に勝っただけです。1勝7敗です。40歳、来場所41歳を迎えます。制限時間いっぱいです。よし、やって。ぶつかりました。回し掴んで回しを引いて備前焼きですが、寄るのはグミサワです。寄る、寄り切りました。グミサワクマ兄弟の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってグミサワクマ兄弟の勝ち。ちょっと深刻ですね。いやー、もう完全にもうなんなら体浮き上がるんじゃないかぐらいに持ってかれましたね。思えばね、今日白石島の引退相撲ありましたけど、マッチョブラザーズのね、一番の兄貴ですからね、備前焼き。ちょっと元気がありません。1勝8敗で場所を終えて、これ来場所の番付、幕内残留なるかどうかが際どい状況になりました。グミサワクマ兄弟勝って4勝5敗で場所を終えています。名古屋タクト山に陽沢スクリーム、東方名古屋タクト山、東前頭7枚目、愛知県出身愛知米屋、西方陽沢スクリーム、東前頭10枚目、静岡県出身アンビックベア。千秋楽は本当来場所の番付争いというのが、これ一つの星一つで大きく変わるという、そういう状況にもなります。名古屋タクト山は4勝4敗です。陽沢スクリーム3勝5敗。名古屋タクト山はね、これ4勝4敗で今日だと勝てば番付が上がるんですけど、負けると番付が下がるということになりますからね。そうですね、大きな一番ですね。足をかけ合うとどうしたんでしょう、陽沢スクリームの。ずいぶんこれついに X のポーズやりだしてる感じですよ。X ジャンプしてますね。大丈夫ですかね。だいぶ来てますよこれ、心配ですね。陽沢 X クリーム。名前がね変わっちゃいそうですね。心配ですね。足をかけ合うか。制限時間いっぱいです。よし、やっていけ。
ぶつかりました。さあ足をかけていきます。両者ですが、陽沢スクリームに軍配です。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って陽沢スクリームの勝ち。勝ったんですね、これでも。足は強いですね強いんですね。胴体はちょっと X になってますけど、ねえ、ちょっと暖かいから溶けてきたのかもしれないですね。ああ、それもあるかもしれないですね。陽沢スクリーム勝って4勝5敗で場所を終えています。敗れて名古屋拓人山4勝5敗、残念ながら負け越しとなりました。駿河吉に藤の飛び、東方駿河吉、東前頭9枚目、静岡県出身アンビックベア、西方藤の飛び、西前頭5枚目、愛知県出身愛知ベア。駿河吉と藤の飛びです。駿河吉は本当に相撲の内容が変わりました。力強い相撲になりましたね。そうですね、今場所も5勝3敗です。藤の飛び5勝3敗やはり実力の高さを見せています。押し合いになるか。駿河吉も押し相撲に変わってきていますからね。制限時間いっぱいです。よし、やっていきょう。ぶつかりました。さあ押し合い、投げを打っていくか。駿河吉、駿河吉の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って駿河吉の勝ち。力強いですね。右の回しを引いて寄ってきましたよ。これは続けばいいですね。これね、いい相撲でしたよ。これ駿河吉今後注目かもしれないですね。あんだけ力強くできるもんなんですね。今までそんなイメージなかったんですけどね。ねえ、遅咲きではありますけれども楽しみです。駿河吉勝って6勝3敗で場所を終えました。藤の飛び敗れて5勝4敗で場所を終えて、これ駿河吉の話になりますけどね、えこれ来場所番付を一気にある程度上がるでしょうから、うん、上位戦みたいですね。そうですね、そこでまた今の力強い相撲ができるかどうかですね。駿河吉なかなか上まで上がっていかないですからね、今まで。そうですね、番付あんまり上に上がったことがありません、はい、だけに楽しみです。高畑不動明式神残機に足別丹九郎、東方高畑不動明式神残機に東前頭5枚目、東京都出身ほぼピンベア、西方足別丹九郎、東前頭14枚目、足別出身足別ベア。小兵同士です。丹九郎4勝4敗で千秋楽ですね。まあここで勝ち越したいところでしょうね。勝ち越せば幕内残留です。ただ負け越すとこれ危ない位置です。かなり際どいというかかなり厳しいですね。どちらかというと残機にが4勝4敗、こちらは前頭5枚目です。ベテラン残機にと若い足別丹九郎の取り組み、4勝4敗同士。制限時間いっぱい。ぶつかりました。中に入る残機に突っ張っていくな。丹九郎逃がしていく。一両者が土俵際、回しを引いて寄れるか。タングロー押し合いになる、押し合いになる。土俵際両者残す送り出し、残機にの勝ち。ただいまの決まり手は送り出し、送り出して高畑不動明式神残機にの勝ち。最後に力つきました。あのまんま耐えてくれてればってとこですけども、ちょっとスタミナ切れちゃいましたね。突き放したところはチャンスだったんですけどね。残機に勝って5勝4敗勝ち越しを決めています。敗れた足別丹九郎4勝5敗負け越しとなって来場所あるいは十両陥落かもしれません。初南桃の海に一式込み、東方初南桃の海、東前頭12枚目、札幌市出身ハッサムベア、西方一式込み、西前頭3枚目、静岡県出身アンビックベア。もしくは日差し出てきました。麺、そして麺です。日差し麺なんでしょうか。そうですね、路面も少しずつ乾いてきまし
日差し出てきましたって後ろ向いたと麺ですからもう食らった気分でした何を休みしてんだ麺みたいな。そうですよ土俵を見てください意識込み4勝4敗初南桃の海4勝4敗えぐいところ組んできましたね。そうですねこういう直接対決もあるんですね。ね、うん、まあまあまあこれ一番面白い対戦ですからね。そうですね、4勝4敗同士の対戦です。桃の海でもこのね12枚目ですからねこちらも残留なるかどうかの一番になります。桃の海って今ちょっとふと思ったの、桃の海ってそっち側でいいんでしたっけ。そっち側っていうのは向きそっちでいいんでしたっけね、はい、そうだっけ ね、はい、あれなんかの力士が盾だったんですよね。そうですね、これはあこっちなんですね、はい、おにぎり型のもうちょっとしたやつ。ああそれがそうでしたっけ、はい、勘違いしましたなんかね向きが逆のやつもいましたよね確かね。初南桃の海と意識込みの対戦です。4勝4敗同士、制限時間いっぱい。ぶつかりました。さあ前に出る桃の海、おっと切り返し強烈だ。桃の海の勝ち。ただいまの決まり手は切り返し、切り返して初南桃の海の勝ち。豪快でした。意識込みがこういう負け方するの珍しいですからね、相手と距離通るのに、ね、いいですね、足元でスススッと。ちなみに今のが幕の内前半最後の一番でした。すいません伝えの忘れましたそれで日差しさしてきましたね言っちゃったんでねそっちに話しちゃったんでねごめんなさい。いやー豪快でした。そうですね、館内からインタビュールームの映像をくださいって来たんです。インタビュールームの映像ですかやっぱりなんかご所望なんでしょうね、うん、荒れる何かをこんな感じです今日はいたって落ち着いてますからね誰もいませんようなぎ屋さんもいないですしね。そう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 、初南桃の海勝って5勝4敗勝ち越しを決めています。意識込みは敗れて4勝5敗残念ながら負け越しとなってます。意識込み今場所湘南の風に勝ったりなどあったんですけど ね、あととっかり大将にも勝ったんですけどね、残念ながら勝ち越しはなりませんでした。いいですかこの絵でまあ桜をね、ね、あそうそう札幌ももう間もなく桜が開花するというところでございます。4月の29日に開花予想が出ている札幌です。函館でよね、やっと開花。そう、松前ではね、もう、開花しましたね。という桜をご覧いただきながらの牛乳パックで亀相撲、この後優勝戦線楽しみな相撲がたくさん控えています。この後中入りのコーナーでは優勝しました、十両の優勝しました白鳥大橋ですね、優勝インタビューがございます。今準備を行っています。たくさんの方が中入りのコーナーを期待してたみたいで非常にありがたいんですけどね、意外と今日はフォーマルだったという。絶対なの、絶対なの、あの大丈夫ですかね、今ちょっとね、あのインタビュールームにあの優勝力士来たんですけど、優勝力士が、ね、ちょうどね、僕住んでる近くって川近いんですけど、ちょうどこんな感じになりますよ、桜咲いて橋が近くにあってあね、心配ですね、これあの優勝力士が来たかどうかに気づかない可能性ありますよちょうどいい景色になってますけど、大丈夫ですかねね、いいですかね、やってみて。ちょっとやってみましょうか。もしかしたらカメラを通したら、もしかしたらちょっと、ね、なんか肉眼とは違う、また映り方がするのかもしれないですね。ね、インタビュアーさんに入らないでいただいて、まず皆さんに映像だけをご覧いただいてみましょうね。ね、こんな状況です。
まだ入ってないみたいですね。まだ入ってないですね、これね。いつ来るのかな。下がまたあの水色だから川感が、川感がまた増してますからね。これ何なんですか、あのなんだか百選とかに選ばれた場所ですかこれ。室蘭こんな感じになるんですかね、桜咲いたら。ああ、白鳥橋の場所。ああ、確かにね。咲くんですかね。ねえ。咲いたらこんな感じだわ。百選。北海道選ばれましたね。桜百選。桜百選。白鳥大橋から見る桜。いつ来るんでしょうね。なかなか来ないみたいですよ。紙でできているマイクはってマイクを。マイクどこ行きましたね。マイクね、あの靴の箱の方にあるんですよね。はい、まずとりあえず力士が。マイクの前に力士が来ないんですけどね。すごいですね。ただの景色ですね。ここにあの団地とかが入ったりとかしても完全にいい風景になるんですけどね。僕に渡すとしましたけど、ここから手を伸ばせと。放送席、放送席。優勝しました。白鳥は親戚です。ですよね。あ、でも橋でした。あ、そうでしたね、すいません、あの失礼しました。私先から入ってましたよ。あ、そうなんですね。はい、あ、あのおめでとうございます。ありがとうございます。それであんまり人と喋ってる感じしないんですけど。人じゃないですからね。でも私は橋ですからね。橋ですもんね。すごいやりづらいんですけど。ただただ景色にマイク向けてるだけ。そうですよね。逆にあの今マイク向けてる私がおかしいみたいですもんね、今ね。この中で唯一おかしいのマイクだけですからね。おかしい人みたいになってますけども、ね、あの重量優勝、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あの館内からもね、おめでとうございますということでありがとうございます。これまたね、あの上を目指せるかなと思ってるんでね。ねえ、31歳にしてのこの重量優勝、確か2度目か3度目になるんじゃないかなと思いますけれども、復活の何かその、まあ、要因というかありましたら。まあそうですね、私やっぱりあの走としては珍しくあの回転するんですね、はい、その回転が、ね、これできるようになったというところで、はい、この脚力、はい、足の力をですね、はい、トレーニングしてこう、だんだんあのマイク遠ざかってるんですけどね。あの私ここですからね。その脚力をですね、ちょっとトレーニングで何とかしてですね、はい、どんどん回っていくっていうのをちょっと頑張りましたね、今場所ね。これあの桜に聞いてるのか、あの橋に聞いてるのか、どっちの声なのか分かんないんですよ。それはちょっと私は悪いわけじゃないんですからね。このちょっとマッチングしちゃうこの背景の、今日これがおかしいんだよ。幕の内ではどんな相撲を取りたいですか。そうですね、やっぱり回っていきたいと思ってますね。あ、マイクいい位置ですね。この辺に、この辺にアイスね。あのでは最後にですね、橋ファンの皆さんに一言。はい、そうですね、あの私あの白鳥大橋って言いますんで、あのぜひ渡ってほしいですね。あの時には風が強かったりしますけども、怖がらずにちょっと渡ってほしいですね。まあ将来どこかの場所にかかりたいとしたら、どこにかかりたいですかね。ロンドンロンドンロンドンに行きたいですね。あ、いい橋ありますからね。おしゃれなとこ行きたいですね。おめでとうございます。じゃあ最後にあの室蘭の方に今の話を踏まえて一言もらっていいですか。そうですね、私これから活躍するって見てほしいですけど、ここならまだ土俵の上の方が良かったですね。放送席どうぞ。ロンドンに行きたい白鳥橋関でした。決して白鳥橋さんは悪いわけじゃないんですけどね。ね、一生懸命答えてくれてるんですけど、どうも景色としてしか、ね、力士はいなかったんじゃないかって。しばらく置いときましょう。いい風景ですねあれね。
十両の優勝インタビューでした。さあこの後いよいよ幕内後半戦、場合によっては優勝決定戦があるかもしれません。少しインターバルを挟ませていただきます。はい、インターバルいただきました。お待たせしました。さあ後半戦をお送りします。
牛乳パックで紙相撲平成29年3月4月場所じゃないやすっかり飛んでおりました。東方より横綱湘南の風土俵入りであります。横綱湘南の風露払い湘南トカゲ太刀持ち藤の飛び行事は海坊主であります。では館内の皆さんも一緒によいしょの掛け声をお願いします。せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょなの。白石島のいい相撲を見たのでまだ優勝は諦めてませんよ。僕は逆に白石島のいい土俵入り見たのですっかり忘れてましたもう土俵入りやった感がありました。僕そうそう、すいませんでした。あれで1日分のなんか満腹感がありましたよ、ね、なんかね、土俵入りは1回だっていう勝手に今場所インプットされててねすいませんでした。湘南の風さん、湘南の風も優勝の可能性が残されています。2敗で追いかけています。牛乳パックで紙相撲平成29年3月4月場所、これより千秋楽幕内後半の取り組みであります。札幌川の海に一式はじめ。東方札幌川の海東前頭3枚目札幌市出身おにぎり温めますか部屋、西方一式はじめ東前頭6枚目静岡県出身アンビック部屋、これより幕内後半の取り組みであります。全国各地の力士が集っています。牛乳パックで紙相撲です。そして一つお知らせ、この後夜7時からのキラキタ、いつもね紙相撲の後はこのキラキタでね、あのインターネット配信でもフレッシュでもね、配信をしているわけですけれども、今日4月25日最終回でございます、6年半やってまいりましたこの番組最終回、今日も生配信がありますので、ぜひよかったらね最後だけでもご覧いただければと思います。この後夜7時から FM 札幌メララジオキラキタインターネットでも配信がございます。フレッシュ、そしてユーストリームでの配信もございます。ぜひご覧ください。紙相撲のコーナーもございますが、次期私山田大輔、そして解説教授叩き役は海坊主でお送りしております。他のコーナー全部終わったんですけど、紙相撲のコーナーだけはまだありますから。 あと占いのコーナーもありますけど、ね、カロジーで残ってます。残ってましたね3勝5敗の2人です。押し合いになりそうです。札幌川の海初めての負け越しでした。制限時間いっぱいです。よし、やって、今日はのでぶつかりました、前に行った、川の海出る、より倒し、川の海に軍配です。最後もつれました、物言いは出ません。ただいまの決まり手はより倒し、より倒して札幌川の海の勝ち。最後はもううっちゃりの形ですけれども危なかったですね。石始めがねちょっと土俵際で耐えたので、まあ、川の海もね全身全力を込めてましたね。ああそうですね、もうなんでしょうか、あのフロントスープレックスのようなそうですね体勢できましたね。石始めもよく粘っていました。勝ったのは札幌川の海です。4勝5敗で場所を終えています。敗れて一式始め3勝6敗で場所を終えました。魚雷イルカ池に御殿場富士参戦。東方魚雷イルカ池、西前頭6枚目愛知県出身愛知米屋、西方御殿場富士参戦、西前頭2枚目静岡県出身アンビック米屋。今場所一人の休場がありました。夢の富士娘西の12枚目休場で、来場所この力士に関しては途中休場の場合は幕下まで落ちることはありません。十両まではどうやら落ちそうですけれども、また再起を期待したいところです。
牛乳パックで紙相撲は引退のルールが32歳を超えますとあります。32歳以上であります。5連敗休場明けで3連敗、年に1回休場する権利があります。さあ小兵同士ですね。次は4勝4敗の魚雷イルカ池と御殿場藤三世1勝7敗。御殿場藤三世が苦しみましたね。そうですね、まあ調子良ければね足元をすくってってっていう相撲ができる御殿場藤三世なんですけど、ちょっと今場所は苦しんでますね。珍しいですよね、ここまで調子悪いのもね。そうですね。魚雷イルカ池は勝ち越しをかけて制限時間いっぱいです。よしやっていきゃいのぶつかりました。立ち合いは五分、寄っていくのは魚雷イルカ池、寄る寄り切りました。魚雷イルカ池の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切って魚雷イルカ池の勝ち。珍しいですね、ここまで押されてしまうっていうのがね。やっぱり元気ないですね、今の一番です。軽さがありますね。こういう力士じゃないんですけどね、普段はね。魚雷イルカ池勝って5勝4敗、千秋楽勝ち越しです。敗れて御殿場藤三世は結局1勝8敗で場所を終えています。香川照之に銀屏風、東方香川照之、西前頭9枚目、石川県出身、石川部屋、西方銀屏風、西前頭筆頭、室蘭市出身、室蘭部屋。さあ大一番です。ここで2敗勢にチャンスが残るかどうかがまずこの一番重要ですね。1敗の2人のうちの1人、銀屏風登場。初めて今場所ね、単独の優勝争い先頭にも立ちました。7日目にノルベサノリアに敗れはしましたが、8日目勝っての今日のこの香川照之戦。現時点この表の中で、ティコツーミとクラーク羊が丘は勝っています。最大でですから5人の優勝決定戦の可能性があるということになります。6人ですね、ごめんなさい、6人の優勝決定戦の可能性があります。ただ銀屏風がここでこの一番勝てば、その瞬間2敗勢に優勝の可能性はなくなります。ただ銀屏風も初優勝かけてですからね。そうですね、今までとはちょっと違う気持ちじゃないでしょうか。どうですか。いやー、まあどうなんでしょうね。こう、いつもだったらやっぱりここぞという一番、まあ、そこまで緊張してないんでしょうけど、今日に関してはちょっと硬さが見えますね。今場所は本当に印象に残る相撲をたくさん見せている銀屏風ですが、さあ前に出られるか。香川照之も新入幕で一気にこの優勝戦線です。この緊張感もどうでしょう。いや、香川照之さん、今シーズンをつけたくなりますよね。今シーズンですね。はい、いい演技をなさる香川照之さん。それあの日曜劇場のね、話題ですね。とてもまたいい枠役を、いい悪役をやっておりますね。この香川照之という力士もね、まあ小さな巨人というふうに言われてもおかしくない。完全に小さな巨人ですね。この小さな巨人がどう出るか、金屏風に対して。そうですね、ニュース速報、先ほどからたびたびすいませんね、ありがとうございます。白鳥橋が十両優勝、橋の力士では初めてと書いてくださっておりました、ありがとうございます。ヨブヤンさんからね、あの石油王と結婚できんかったって。すいません、ちょっとね、キラキタね、キラキタすいません、終わっちゃいます、ごめんなさい。でもまだ遅くないです、これから石油の方と結婚していただいて、はい、新番組のスポンサーになっていただくっていう手もありますからね。
ね、新番組キタキラキタキラ、キタキラ、昔よく間違えられてましたから。そうですね、キタキラ、あとはキタキタとかって言われたりとか、ね、そうね、じゃあ思い切ってもうそれにしようみたいな。そうですね、間違えられてた方にそれあれキラキタ見てますよって言われたら、いや違います、キタキラです。違います、違いますって言いですね今までそうだったのみたいな。今までやってたのに違います。面白いかなって思うんですけど。やってたでしょうが。さあ銀屏風、勝てば優勝へ一歩前進です。大手をかけます。香川照之、新入幕での優勝へ望みをつなぐか。制限時間いっぱい、ぶつかった、押し合いだ、足をかける、大相撲になっている。寄っていくのは銀屏風か、打っちゃうのは香川照之、体を入れ替えている、入れ替えている、残した残した、そして後ろ入った、後ろに入った、後ろに入って香川照之送り出し、銀屏風2敗。ただいまの決まり手は送り出し、送り出して香川照之の勝ち。小さな巨人が勝ちました。香川照之勝っています。2敗を守りました。銀屏風2敗に交代。今の一番、いやいやいや、いい動きしてましたもんね。いや後ろ入りましたよ。これすごかったですね、うまかったですね。ちょっとこれなんか狙ってましたね。銀屏風としてもちょっと分かってはいたからこその思い切り押せないっていうところもあったと思うんですよね。ねえ、慎重に言ってましたもんね。慎重に言ってたんですけど、なかなか難しかったですね。香川照之7勝2敗、銀屏風7勝2敗。現時点1敗力士はこの後結びで出てくるチャラツナイジェが7勝1敗、湘南の風との対戦ですから、さあ2敗勢優勝決定戦の可能性が出てきました。かたや備前長船、備前長船、東方備前長船、西前頭4枚目、岡山県出身、岡山部屋、室蘭さん海海、室蘭さん海海、西方小結室蘭さん海海、室蘭出身、マスクド海海部屋。この場所は2敗勢なんですよ。ああ、そうなりましたね、確かに。ね、まあ、やっぱり、でも結びまで分かんないっていうのが、やっぱり面白い組み方ですね、これね。これでそうなんですよ。結びの一番まで分からないんですよ。6人ですよ、しかも。先生になるとして湘南の風もありますからね。そうなんですよ。土俵上備前長船3勝5敗、室蘭さん海海2勝6敗です。制限時間いっぱい、よしやっていけ、ぶつかりました、回し掴んで備前長船引き出した、出し投げ、室蘭さん海海出し投げ、そして離れた、突き出し、室蘭さん海海の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して室蘭さん海海の勝ち。ちょっと今場所エンジンかかんの遅かったですね。いつもでしたね、あのキラキラ、キラキラでは引退したんですけど、キラキラ石油王と結婚していただいて別の番組を作る気満々、まだ今日終わってないですからね、キラキラ出てきたって言うぞ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、来た来た、やる気になっちゃった、早く間違ってました。浦沢勝って3勝6敗、備前長船敗れて3勝6敗です。片屋東くん、東くん、
東方小結び東くん、札幌出身東くん部屋、桜地バッタ西方桜地バッタ、東前頭2枚目、鹿児島県出身鹿児島部屋、キタキラこれ本当ですか？午後5時頃強い地震があったんですか？そうなんですね。これは本当ですか？こちらの方で今情報がないというか、その術が今ないもので、どちらの方ででしょうか。もしよかったらご協力いただければと思います。はいああ、そういうことですか。わかりました。はいね、脅かさないでいただきたい。そうですね。びっくりしました。まあ、それぐらい激震が走ったってことですかね。そうですね。本当の地震ではないようです。安心しました。さあ土俵上は東くんです。4勝4敗、桜地バッタ4勝4敗です。さあ東くんは40歳の勝ち越しになるか。桜地バッタがこれですか、入れ替えの可能性も秘めているということですね、三役の。だからさっきからそういう意味でのね、その2勝あ2勝じゃない7勝2敗と、はい、発症してる力士とね、はい、ある意味こう直接対決みたいなところの当て方、面白いですね。ねえ、うん、お親方の親方から来てますよ。また親分の親分。さあ4勝4敗同士です。制限時間いっぱい。よしやって今日のでぶつかった、引きつける、押し込むのは桜島バッタ、桜島バッタ出る押し出した。大ベテランに勝ちました。ただいまの決まり手は押し出して桜島バッタの勝ち。桜島バッタ勝ち越し。今日の東君は押されましたね。立ち合いから捕まえられたような格好になりました。はい、いなせませんでしたね、ここから。そうですね。まあそれだけいい当たりだったんでしょう。見事な勝利は桜地バッタ5勝4敗勝ち越し。東くんは敗れて4勝5敗負け越しで、これは三役から陥落となってしまいそうです。かたやジャコジャッコジャコジャッコ、東方ジャコジャッコ、東前頭4枚目、山口県出身ジャコジャッコ部屋、また江戸みどり、エロミロリ、西方関脇江戸みどり、東京都出身ほぼピン部屋。さあ今場所話題になった力士2人です。江戸みどりは今日勝てば大関復帰の可能性があります。大きな一番になりますね。そうですね。先場所7勝を挙げていますので、今場所6勝を挙げれば大関昇進の目安に届きます。久しぶりの返り咲きなるかというところです。相手がジャコジャッコ、話題になりましたね。そうですね、今場所も謎の番組とかの、ね、告知もありました。大関2人に勝ったわけですから。そうですね、実力もついてきましたね。はい、バッタの親方今年受験生ですよって
どね。長くやってますね。でもなんか、ね、ついこの間まで小学生だと思っていた、そうそう、親方がね、そうなりますか。そしてバッタはね、三役昇進になるかというところですからね、はい、成長しているわけですね、どちらも。さあ、ジャコジャッコと江戸みどりです。江戸みどりは大関返り咲きになるかどうか、ジャコジャッコはあの波動砲が出るかどうか。制限時間いっぱい、ぶつかりました。立ち合い5分、いなした江戸みどり、引いたか、残した、残した、ジャコジャッコ中に入った。江戸みどり、江戸みどり出る、江戸みどり出る、押し込む、押し出し、江戸みどりの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して江戸みどりの勝ち。大きな大きな6勝目。波動砲出なかった、今の一番です。波動砲むしろ畑を落とそうとした江戸みどり。見事でしたよ、さすがという相撲でしたよ。完全に封じ込めましたね。これがベテランの意地ですね。ジャコジャコは敗れています。江戸みどり6勝に届きました、はい、キャーって考えから来てますね。ありがとうございます。江戸みどり6勝3敗、これで大関がかなり見えてきた状況、となれば6大関の可能性ということになります。敗れたジャコジャッコを検討しましたが、今場所5勝4敗で場所を終えています。片屋西荻の山、西荻の山、東方大関西荻の山、東京都出身ユーストトゥデイベーヤ、またドスコイ静岡、ドスコイ静岡、西方関脇ドスコイ静岡、静岡県出身アンビックベーヤ、そんなことないです。そんなことはない。着々と大人になっていってますよ。そうなんですね。いつも一緒にいると気づかないもんですから。そうですね。さあ、西荻の山です。新大関4勝4敗です。やはり新大関苦しみましたね、小林さん。ドスコイ静岡も4勝4敗です。西荻の山親方は、IT ジャーナリストの綾野さんですけどね、この場所の途中で、番組ですね、私も出させていただきましたけど、ユーストトゥデイという番組が月曜日にありますけどね、はい、配信でありますけど、ユーストリームという名前がねなくなるという、あの、ね、IBM なんだっけクラウドビデオになるということでね、ユーストトゥデイって番組はどうなるんでしょうね、あのタイトルがどうなるんでしょうね、今後ね、 IBM じゃないとは思いますけどね。そうじゃないとは思いますけど ね、 ね、昨日もね、配信はユーストトゥデイでやっておりましたよ。ユーストトゥデイ部屋の西荻の山です。4勝4敗同士、制限時間いっぱいです。ぶつかりました、前に来た西荻の山、西荻の山出る、寄り切りました、西荻の山の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って西荻の山の勝ち。千秋楽勝ち越しです。まあ西荻の山らしい相撲がやっと出ましたね。どすこい静岡今場所ね、あの今っていう感じのタイミングでのあのドスコイダンスが話題になりましたけどね。ドスコイダンスが話題になりましたけどね。できませんね、これじゃあ今日ね。これじゃあもう全然ダメですね。場合によってはこれ三役からも危ないですよ。落ちちゃうかもしれないですよ。そうですね。
西荻野山勝って5勝4敗勝ち越しです。敗れてドスコイ静岡4勝5敗負け越しとなっています。さあ牛乳パックで上相撲実況中継、いよいよ今場所も残り3番です。恒例の千秋楽恒例のこれより三役があります。東方よりこれより三役揃い踏みであります。東方三役揃い踏み、荻野要は横綱湘南乃風、左にノルベサノリア、右には福島富士桜です。仲間の皆さんも一緒によいしょの掛け声をお願いします。せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょだろう。まだわからんから優勝するからな。逆転優勝へ、結びの一番は大一番、チャラツナイ J の挑戦を受けます。西方三役揃い踏み、奥義を返して後楽園、左にとっかり大将、右にはさあ優勝へ、チャラツナイ J です。ではかなり皆さんもまた一緒によいしょの掛け声をお願いします。せーの、よいしょよいしょ、ご覧のどっこいしょなの、レッツジャンプ。銀屏風が2敗に後退しています。現時点で1敗なのはただ1人、チャラツナイ J です。結び湘南の風戦、勝てば優勝という取り組みがこの後です。さあこれより三役残り3番です。東ノルベサノリア、ノルベサノリア、西後楽園、後楽園。東方大関ノルベサノリア、札幌出身札幌部屋、西方大関後楽園、岡山県出身春日部部屋、これより三役の取り組みであります。後楽園吉田僕たち、後楽園吉田僕たち、これより三役。間違ったりないですよ、うん、絶妙ですよこれ。何を間違ってるかっていうことになりますけど、間違ってないんですよね、うん、お母さん、お母さんですもん、先ほどのねタイミングでバッタさんの下りとかはね非常に素晴らしい、すごい的確な一言素晴らしいですよ。カレーライスオムライスもなんかすごい意味があるんですよ多分ね、我々には気づかないだけ、ね、すごいっすね、それは我々が未熟だからですよね。ライスの裏に隠されてる何かわからない、ね、そんな、まあ、未熟な我々でありますけれども、はい、一つお知らせがございます牛乳パックで紙相撲、土俵の回収に入りまして、3週間ほどお休みをいただくんですが、5月場所はなので5月の23日にトーナメントをスタートということになるんですけれども、はい、その後6月下旬に、はい、まあもう恒例になりつつありますがこちらがあります。24時間配信です。牛乳パックで紙相撲甲子園開催決定これは本当ね、はい、タイムラインに書いてもらった、はい、紙相撲甲子園からねいただきましたよ、うん、そうですよ、もうならやろうと思いはつながる24時間牛乳パックで紙相撲2017、今年の、まあ、メインコンテンツはこちらです。夏の甲子園牛乳パックで紙相撲甲子園紙相撲チャンピオンシップオブジャパン、夏のチャンピオンシップオブジャパン6月下旬開催予定です
はい、神相撲のチャンピオンシップを決めたいと思います。サミッてます甲子園ですよ、夏の甲子園熱い戦いが繰り広げられますよ、はい、ね、サミッていうコメントを、まあまあ、思えばね、あの牛乳パックで神相撲自体もそのコメントが正しいような時代も長くありました。そう思えばありましたね。ああ6月に開催がありますので、まあ詳しい内容などはおいおい、この3週間のね時間もありますので、その間だったり、あるいは5月の下旬再開した時にもお伝えはしていけるかと思います。予選会もあるというその予定でありますよ。楽しいですね。はい、どんなルールなのかどうぞご期待ください。土俵上はこれより三役、5勝3敗ノルベサノリアと4勝4敗後楽園です。帰り咲きの後楽園は4勝4敗いきなりピンチです。制限時間いっぱい、よしやっていきょうどうだ、ぶつかりました。静かの立ち合いから前に来たらどっちか、ノルベサノリアが中にある、よっといなした、いなした、後楽園が出る、当て勝って後楽園、後楽園が出る、ノルベサノリアも押す、土俵際です、いつもだった、残している残している、押し出しは後楽園、後楽園勝ち越し。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して後楽園の勝ち、後楽園が勝っています。なんとか押していきましたね。7一番です。途中すくい投げのようなちょっと危ないシーンもありましたが、はい、そうですね、これはやはり白石島の分もという意地でしょうか。ただ一つね、苦言を呈す部分があるとするならば、大関陣が優勝戦線に誰もいないということでしょうか。そうですね、なんか、まあ、勝っても負けてもあまり盛り上がらない。後楽園が勝って5勝4敗勝ち越し、ノルベサノリア敗れて5勝4敗、うん、という感じのちょっと物足りない大関陣の今場所の成績です。これより三役、残りは2番、東福島富士桜、福島富士桜にし、とっかり大将、とっかり大将、東方大関福島富士桜、静岡県出身アンビックベア、西方大関とっかり大将、室蘭市出身室蘭部屋、福島富士桜が綱取りをかけた場所でしたが、まさかの7連敗中です。とっかり大将は角番の場所勝ち越しを8日目に決めました。次の横綱じゃないかというふうにも言われたんですが、苦しんでますね。やっぱり調子いい時と悪い時の差が激しいですね。あの今日ちょうど白石島のね引退相撲があったので、ちょっとこの白石島の若い頃となんかダブってしまうんですが、私はそうですね、ここ一番の場所で負け越してしまうという。福島富士桜はまた来場所角番です。結び前の一番、
制限時間いっぱいです。両親やっていきょうのでぶつかりました。押し合いです。回し掴んで藤桜引きつけて完全に中に入ったのはとっかり大将、とっかり大将寄る寄る引きつけた寄り切りました。とっかり大将の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってとっかり大将の勝ち。福島富士桜8敗です。ワーストですよ富士桜。あの前が7敗だったと思うんですよ、前に負け越した時が大関でね。8連敗ですか。はい、いやここまで負けるのって珍しいんですけどね。大関ではもちろんワースト記録にこれなりますね。ちょっとやっぱり押されるがままの状況がちょっと今場所、平成28年5月6月場所では2勝7敗でした。ですからそれをさらに下回る1勝8敗です。困りましたねそうですねあの大関としては困りましたね、はい、その通りですね。頑張ってほしいですね。来場所角番です。とっかり大将は勝って6勝3敗で場所を終えています。角番脱出で6勝を挙げました。平成29年3月4月場所結びの一番です。東湘南の風、湘南の風にしチャラつない人、チャラつないぜ。東方横綱湘南の風、神奈川県出身神奈川部屋、西方チャラつないぜ、東前頭筆頭、室蘭市出身室蘭部屋。呼び出しは大輔、行司は海坊主。今場所最後の取り組みであります。牛乳パックで紙相撲全国交流会には NPO 法人タックの会、株式会社丸木木田商店、ジャズデイ春日部小堤博士、公平、焼きみりも室蘭、未完成163工房、大きい田代、カッシー、その他多数の皆様のご支援を頂戴いたしております。一緒に動いていくのが恒例です さてさて来ましたか湘南の風。久しぶりにこの人にもチャンスがやってまいりました。もう1年以上優勝がありません。そしてチャラつないぜ勝てば優勝です。初優勝です。今場所のチャラつないぜの、まあ、今までの場所とは違う部分、どういう部分ですか。まあやっぱり、まあ、まだこのレッツジャンプレッツジャンプ言ってただただこう浮かれてた若者が、はい、ちょっと地に足をつけ始めたなという印象がありますね。内容が良くなりましたね。そうですね、だから相撲を取り始めてきたなという印象が、もうこれ以上上に上がるだとやっぱり相撲を取らなきゃっていう意識が彼の中であったんでしょうね。
三役も経験しました。そこで一つ挫折を味わって、今場所東の筆頭でその素質が開花しました。さあ湘南の風ですよ。でも相手はからこの、ね、ただその花、湘南の風の花をね、チャラツナイジェイが完全にこう抑え込んで押すことができれば、まあ、チャラツナイジェイチャンスありますんで、まあ、湘南の風としてはやりにくい相手だと思いますね。チャラツナイジェイが勝てば初優勝、湘南の風が勝てば6人によるこの後優勝決定戦が行われます。7勝2敗で並びます。結びの一番です。制限時間いっぱい、よしやって今日のぶつかりました。押し合い、湘南の風出る、形を作ったな湘南の風ですが、押し合いになった。土俵際体を入れ替えた湘南の風出る、湘南の風出る、押し込む、押し込んだ湘南の風の勝ち。優勝決定戦は6名の優勝決定戦になります。ただいまの決まり手は押し出しで湘南の風の勝ち。いやいやいや、気合が違いますね湘南の風。そして近年にはない6人の優勝決定戦です。今ね、一番ご覧いただきます。やはり湘南の風の意地ですか。いや、あると思いますね。完全に気合を入れてもこの一押しにかけてますね、すべてを。湘南の風7勝2敗、チャラツナイジェ7勝2敗。今土俵上に力士が上がってきました。もう待ちきれず上がってきました。待ちきれず上がってきていただいたないんですけど、弓取り式です。弓取り式です。気持ちはわかりますが、みんなでやるんだ。弓取り式は皆さんでやります。館内の皆さんも一緒に優勝の掛け声をお願いします。せーの、よいしょよいしょ。あ、桜島アッタさんでした。見えませんでした、私。大変なことになりました。すげえ、土俵がいっぱいです。ご覧のようにいっぱいがいなくなって6人の優勝決定戦です。優勝決定戦6人の時のルールとしましては、まず、3つの取り組みを行います。そして勝ち上がった3名によるその後は巴戦となります。まずはですから優勝決定巴戦に進むための進出戦をそれぞれ戦うんですが、これ組み合わせを今から決めるために、実を言うとこの真ん中にルーレットがあります。全く見えないですか。首坊主も指をこう入れれるかどうかがすごい。さあでは、また抽選を行います。でかい力士多いですね。さあまず誰が選ばれるか。湘南の風ですね。湘南の風が選ばれます。湘南の風、そして銀屏風ですね。銀屏風、まず湘南の風対銀屏風が最初の取り組み。そして チャラツナイジェ、ティコツーミ、ティコツーミ、その対戦。そして最後残ったのがクラーク羊ヶ丘と香川照之の対戦となります。はあ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 。さあまずはですから進出戦3番が行われます。そうきますか。さあ大変です。もう何が大変とは言えませんが、大変なんですね、こっち裏の方は。
てんやわんやですよ、まさかこうなるとは思ってなかったですからね。6人ですからね、牛乳パックで紙相撲。平成29年3月4月場所、これより優勝決定戦であります。東方横綱湘南乃風、神奈川県出身神奈川部屋、西方銀屏風、西前頭筆頭、室蘭出身室蘭部屋。優勝決定巴戦進出戦であります。優勝決定巴戦に進出するための戦いです。この企画がなぜか、はい、その人の企画、優勝決定戦がこれなんですね。じゃあ情報ライブ、情報ライブ、何や特別企画優勝決定戦が情報ライブうなぎ屋特別企画に変わりましたうなぎ屋さんがやってるわけじゃないですけどね公式にやっておりますけどさあ、巴戦に進出するのはどちらか。銀屏風も今日負けたその影響がなければいいんですが、本割では今場所対戦がありませんでした。湘南乃風対銀屏風です。制限時間いっぱい、よしやっていけ、ぶつかりました、押し合い、中に入ったのは湘南乃風、寄っていく、寄り倒し、湘南乃風の勝ち。ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒して湘南乃風の勝ち。強い強い横綱を見せていますこれは気合が違う、いやこれは凄まじい気合ですね、集中力が違う、気合がめっちゃ入ってますね。湘南乃風が巴戦に進みます。東方チャラツナイジェ、東前頭筆頭、室蘭市出身室蘭部屋、西方ティコツーミ、西前頭11枚目、千歳出身ホボピン部屋。さあそうきたらこれですよ。なお銀屏風残念ながら優勝なりませんでした。初優勝までもうあと一歩だったんですが届きませんでした。さあチャラツナイジェ、先ほど湘南乃風に敗れたチャラツナイジェ、さあそして気づけばティコツーミです優勝争いに出てくると珍しいですね、久しぶりですね、決定戦まで来るのなんてないですよね、初めてかな、ね、やってみたいですよ、あっちでうなぎ屋うなぎ屋はうなぎ屋で優勝決定戦やってますね、多分別チャンネルでやってる、分かんないだよねもうちょっと時間あったらやりたかったなさあ優勝決定巴戦進出戦です。制限時間いっぱい、よしやっていけ、ノーデぶつかりました、押し合い、いやいや変化した、ティコツーミ、ティコツーミが押し込む、あてがっていくな、ティコツーミスパリアになるか、押し合いです、中に入れるか、チャラツナイジェ、回り込んでしまうチャラツナイジェですが、ティコツーミついていく、今度はチャラツナイジェが前に出る寄っていく、競技は寄り切ったのはチャラツナイジェです。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってチャラツナイジェの勝ち。観客の人がティコツーミの背中に蹴りを入れましたけど飛び蹴りが入りましたねあれが影響なければいいんですけど、今の一番です。立ち合いはティコツーミでしたね、そうですね、押しましたけれども、ただ回り込みましたね、うまく観客の飛び蹴りが入るんですね、あ、うまいこと今カメラで視覚に入ってますね、そうですね、入ってましたね、飛びましたね勝ったな、チャラツナイジェ、ティコツミ残念ながらここで敗れています。東方クラーク羊ヶ丘、東前頭11枚目、札幌市出身札幌部屋、西方香川照之、西前頭9枚目、石川県出身石川部屋。
トモエ戦の進出戦もう一人どちらが上がれるか。香川照之は特に新入幕ですからね。そうですね、新入幕で一気に駆け上がるかどうかですね。ここはチャンスゲットしたいですね。クラーク羊ヶ丘も決定戦進出は初めてです。巴戦進出戦、制限時間いっぱい。よし、やって今日のぶつかりました。押し合い、クラークが出る。一気に寄りました。クラーク羊ヶ丘の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切ってクラーク羊ヶ丘の勝ち。いや、速攻相撲です。今日のというか今場所のというかクラークのえぐいっすね。押しが走っていくんですよ。強い。もう、ね、反撃の隙を与えません。止められないこれ。すごいっすね。これで優勝決定、トモエ戦の3人決まりました。改めて湘南の風、まあ、でも実力ある3人が残りましたね。そしてチャラツナイ J、 クラーク羊ヶ丘の3人です。ちょっとルーレットいきますか。あ、いや、もう大丈夫です。はい、あ、ごめんなさい、いりますね。すいません、すいません、すいません、いります、はい、ちょっと一応確認します。ちょっと待ちください、はい、いいです。はい、それでいい、はい、ルーレットやりましょう。最初に出る力士を決めます。実はてんやわんやです。こちらはこちらでやっておりますが、優勝決定、巴戦2連勝すると優勝というルールです。さあ、では最初に出るのは誰でしょうか。しょ、どうだ、気をどうぞ。チャラツナイ J ですね。チャラツナイ J が最初に出ます。さあ、対戦相手はどちらか。どうだ、クラークでしょう。クラーク羊ヶ丘です。湘南の風が待つということになります。これが何を意味するか。どう動くかですね。巴戦はテロップご覧いただいている通り2連勝すると優勝です。東方チャラツナイ J、東前頭筆頭、室蘭出身室蘭部屋、西方クラーク羊ヶ丘、東前頭11枚目、札幌出身札幌部屋、平成29年3月4月場所優勝決定、巴戦であります。親方からコメント来てます。おお、巴戦になってるということで、焼き火の親方から幕内最高優勝決定戦は巴戦、久しぶりのこの巴戦です。ここね、2、3年はなかったはずです。そうですね、非常に久しぶりのこの巴戦ということになりました。まあ、でもここにクラーク羊ヶ丘とか若い力士が入ってきているのは面白いですね。ありました、ごめんなさい、失礼しました。平成28年5月6月場所ちょうどありました。この時は大平川山が優勝したんですが、とっかり大将直角乗鞍、大平川山、この3人の巴戦でした。一瞬大平川山が輝いた時ですね。そうですそうですそうです、その直後に引退しちゃいましたよね。で、6人による優勝決定戦となると実はないか、あるいは、あ、これですね。平成23年5月6月場所、この時に東くん、伏子親分、札幌関、海洋大、清田のんちゃん、わんぱくによる6人、この決定戦が行われて以来です。それ以来です。え、5年前、5年前、それ以来ですよ。近く前ですね。はい、
あ、6年前か、すいません。6年前ですね、約6年前ですね。それ以来でした。さあ、ともえ戦、まず優勝に王手をかけるのはどっちか。チャラツナイジエとクラーク羊が丘。制限時間いっぱい、よしやっていけ。ぶつかった、うん、変化した。クラーク前に出るのはチャラツナイジエです。チャラツナイジエの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出してチャラツナイジエの勝ち。チャラツナイジエが王手をかけました。今の一番どうぞご覧ください。クラークが横を向かされました。こうですね、やっぱ勝つとしたらね。さあ、そして出てくる横綱です。東方チャラツナイジエ、西方横綱湘南乃風、神奈川県出身神奈川部屋。チャラツナイジエが湘南乃風に勝てば優勝が決まります。湘南乃風が勝てば、湘南の風が王手をかけてクラーク羊が丘が再び登場します。これが友恵戦です。もう久しぶりですか、ルールも説明しないといけないですね。本割では湘南の風が勝ってますからね。焼き耳も親方から猫かわいいってきてる。さあ、その親方も見つめます。チャラツナイジェは勝てば優勝。湘南の風が先ほどの気合いそのまま強さを見せるか。制限時間いっぱいです。ぶつかりました。押し合いはチャラツナイジェが押し込んでいる、押し込んでいる、押し込んでいる、押し出し、チャラツナイジェ優勝、初優勝。誰でしょうか。よく見えませんでしたが、チャラツナイジェが初優勝です。湘南の風、最後に力尽きました。キャーキャー黄色い線が取っておりますかんない。そうですか、速攻でしたね。いやー、だって本割でね、湘南の風、そうでしたね、勝ちましたから不安でしたけど、鼻を抑え込みましたよ。抑え込みましたね、立ち合いで抑えましたね。抑えましたね。いやー、寄せつけなかったな、まあ、暗く羊が丘もそうですし、湘南の風もそうですし、この巴戦は強かったです。ねえ、あるいは長引くかなというような感じもあったんですけど、この巴戦は一発で決めました。見事でした。この後表彰式です。いやー、湘南の風は優勝が遠いですね。いやー、遠いですね。コンディションも悪くなかったはずなんですけど、素晴らしい相撲でしたけどね。最後の最後で力尽きました。まあ、先ほどのルーレットのっていうのも何かあるのかもしれないですね。組み合わせはやっぱりありましたよ。チャラツナイジェが初優勝です。さあ、ではこの後表彰式が行われます。これより牛乳パックで紙相撲平成29年3月4月場所表彰式を行います。表彰状の贈呈に先立ちまして、牛乳パックで紙相撲の斉唱を行います。皆様ご起立をお願いいたします。牛乳パックで紙相撲斉唱。牛乳パックで紙相撲、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 紙相撲。
ご着席ください。座る音なのか今の。どんな座り方ですか。牛乳パックで紙相撲。平成29年3月4月場所、幕内最高優勝はチャラツナイ J であります。成績は7勝2敗であります。さあそれでは賞状の贈呈であります。賞状幕内最高。いや間違ってはいないと思うんですけど、聞くとこ違いますよ。リッシャー賞状幕内最高優勝チャラツナイジュニア殿。以上、今なんて言うんですか。チャラツナイジュニア殿。あ、つですよ、つ。チャラツナイジュニア殿。ジュニア。ジュニア。チャラツナイジュニア。言いづらいのは分かります。私も間違ったんでね。はい、チャラツナイジュニア殿。親方焼きみりも様、あなたは牛乳パックで噛みつも幕内最高。いや挟むな。挟むな。あなたは牛乳パックで噛みつも平成29年3月4月場所において。言うと自分で言わないでください。思ってみんな思ってるんですか。当初の成績を収められました。読めた。これを称します。おお、若く最高。おめでとう。若くなったのかな。理事長今贈呈されます。そして優勝カップの贈呈は元横綱タックからです。審判長今チャラツナ AJ に渡りました。チャラツナ AJ の矢印はどこ向いてるかというと今優勝カップに向いています。さあでは優勝インタビューです。放送席優勝インタビューです。初優勝チャラツナ AJ 関です。初優勝おめでとうございます。レッツチャンプ。まずは今のお気持ちをお願いします。そうですね、ずっとジャンプしていこうと思ってます。先場所も頑張ってきましてちょっとなかなかあれでしたけれども、まあ、今場所は正直優勝を狙ってました。チャラツナイジュニアです。本割では結びの一番勝てば優勝という一番湘南の風に敗れました。この時の気持ちはどうでした。いやそうですね、自分は押していけたらいいなと思ったんですけど、なかなか上には上がいるっていうのを一回知りましたね。そして優勝決定戦巴戦に勝ち進んで最後優勝を決めた相手は湘南の風でした。何か作戦で変えていこうとかそういうことはあったんでしょうか。なんか負ける気はしなかったので湘南の風さんの鼻を押さえ込んでレッツジャンプしようかなと思ってましたね。そう、まあ、レッツジャンプという言葉がありましたので親方からコメントが来てましてですね、焼き耳親方からね、優勝しちゃった、何か大事なジャンプ的なことを忘れてる気がするっていうコメント取れてますけど、勝つまではちょっとレッツジャンプ封印してたんですよ。はい、なんかちょっとチャラいかなと思って、チャラいのちょっと封印したんすさ、うん、また、ね、優勝したんでちょっと解禁しますけど、一旦チャラいの封印して今場所優勝しようかなと思ったんです。なんか自分はチャラいの封印したらいけるんすさ、やればできる子なんですよね YDK。 そうですよね、先場所は関脇で大関にもチャレンジしたんですけれども、一つ挫折というのが自分を変えた部分はあったんでしょうか。いやそうですね、やっぱりチャラいだけじゃダメだなと思いましたね。さあとなればやはり上の番付を目指したいところじゃないでしょうか。まあ行きますよ。横綱ですね。横綱を目指すということでありますけれども、さあでは親方にどんな一言を送りたいですか。そうですね、自分チャラつないじゃいって言ってますけど、今度からチャラくない J になろうかなと思ったんですよね。いいですね。
いやな、うまいことをおっしゃった感じで、チャラくない試合になろうかなと思ったんですけどね。そうですか、来場所今度は優勝力士として臨む場所になりますが、抱負を聞かせてください。そうですね、まあこれで自分のことマークしてくれる人は増えてくるんで、もうちょっと稽古の一つや二つまた真面目に取り込もうかなと思いますね。室蘭部屋としては久しぶりの取っかり大賞以来の優勝ということになるかと思いますけれども、まあそうですね、やっぱ北海道最近元気ないんで、もう元気なかったんだけど自分が、まあ、北海道引っ張っていくみたいなところありますよね。今大変そうですけど、今結構チャラいですよね。ああそうっすね、今のコメントは。あ、さっきまでちょっと自分あのチャラさを抑えてたんで、やっぱ滲み出るチャラさっていうのあるんですよね。でまた来場所のチャラくない J で行かなきゃいけないんで、今だけちょっとめっちゃチャラくってますね。親方、焼きみりも親方からレッツジャンプはどうした、ジャンプはどうしたって。いや、もうやっちゃいですか。あ、自分としてはちょっとね、そういうチャラいの全部封印していくことでレッツジャンプって思ってるんですけど。で、あの全国のじゃあ最後にね、皆さんにメッセージお願いします。そうですね、来年から来年からチャラくない J になりますけど、あの来場所からじゃないのかっていうツッコミはね、ずいぶん抑えておいてほしいですけど、あ、まあ、真面目にやったらやればできる子 YDK のチャラくない J よろしく。おめでとうございます。初優勝、室蘭出身室蘭部屋親方、焼きみりも親方のチャラつない J 関でした。おめでとうございます。チャーン、お続きどうぞ。チャラつない J の初優勝で幕を閉じました。またいますね、負け越した人が。もうね、音切られちゃったからね。そうだね、踊ってるだけですね。多分出るタイミング間違ったでしょうね。間違ったんでしょうね。いやー、でも7勝2敗、解説員ボーイさんの、はい、やってるんですね。あ、やってるんだ、頑張ってますね。7勝2敗での優勝、まあ、解説員ボーイさんの言う通りにもなりましたけれども、ね、いやー、でも誰が優勝してもおかしくない、そういう時代なんだなというのを改めて感じた場所でしたね。先生絡んでくる力士だなと思ってましたので、はい、まあ、当然の結果っちゃ当然の結果かもしれないですけど、本当に誰が勝ってもおかしくない戦国時代に入ってきてるなと。白石島がね、まあ、横綱が引退したっていうところもありますので、はい、パワーバランスは崩れたと思います。だからこれを機に上に上がってくる人たくさんいるでしょうね。そして来場所は六大関にどうやらなりそうな展開なんですが、はい、この大関陣の奮起はどうでしょう。そうですね、6人ともなると、まあやっぱりね、一時期その横綱が全然いなかった時期もありましたけれども、はい、まあ、今はね、湘南の風という横綱が一定の六大関だと思うので、はい、まあ、まあ自分が横綱、まあ、湘南の風の地位を脅かしてやるぜっていう、まあ、いい勢いがありますよね、みんな。そうですね。なんでしょうね、落ち着きますね。あの、思い出したんですよ、ずっと、ずっと待ってたんですよね、ね、きっと。であのインタビューとか特になったわけじゃないんで、ずっとあのこの景色あったと思うんですけどね、落ち着きますね、なんかね。ね、あのこの景色で、あれですね、じゃ来場所の日程とかを書けばいいですね、きっと。力士いるはずなんですけど、なぜか背景しかないようにしか見えないですね。ねえ、そういうことですね。しばらく、まあね、時期はこれ桜ですけれども、しばらく、まあ、紙相撲の方は中断がありまして、5月の23日土俵の回収が済んだ後でまたお会いできればというふうに思います。まあ、5月6月場所、まあ、土俵の形も少し形というか、まあね、修復がありますから、それによってまたいろいろ変わる面も出てくるかもしれませんね。なんかいいですね。いいですよね、これ。こういうやっぱり桜百選のところで撮ったみたいになってますもんね。相撲の終わる時のね。ね。景色を映して終わるみたいな。ね。感じになってますけど。なってますね。力士いるはずなんですけど。小道具
全部小道具で映してますみたいな感じになってますけど5月6月場所もどうぞご期待いただければというふうに思います。まあ、その他あの上相撲的にはいろんな、ね、の配信は、はい、YouTube とかでの録画配信とかはいろいろあると思いますのでね、いろいろこれは公式サイトの方で、随時情報の更新をしていきたいというふうに考えています。はい、春らしい風情がある景色ですねそうですよねいや、君にも親方の本当場所になりましたね、今場所は。そうですね、という意味ではチャラス大会が辛くなっても上相撲は辛くならないでくださいいや、君にも親方から来てますみなさんありがとうございます。ということで、この素敵な風景をご覧いただきながらこの辺りで失礼をさせていただきます。次期私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしました。5月6月場所の新たな戦いでお会いすることといたしましょう。この辺りで失礼します。思いの数だけ恐れることないから、踏み出せば下が見えるよ、悲しみも勇気になる、絆は広がる、かけがえないもの、性別世代言葉なんて違ってもつながれるよ、大切なのはお互いを思い続けること、この胸に誇れるなら泣きたくても明日へ誓った、ふるさとは取り戻せる、思いの数だけ恐れる。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これから我々移動しまして7時から最終回 FM 札幌メララジオキラキタがございます。そちらの方も最終回ですからね、よかったらお付き合いいただきたいというふうに思います。おいしょ、皆さんどうもありがとうございました。またでは上相撲は少し間隔が空きまして、5月の23日にトーナメントでお会いできればと思います。皆さん今場所もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。ではこの後よかったらキラキタでお会いしましょう。失礼します。